深刻な医師不足が続く岩手県。4月からは国による医師の働き方改革の新制度が施行され、診療の継続に頭を悩ませる病院も多くあります。じゃあその時間にちょっと病棟の方でお待ちしておりますので、はい、来ていただければと思います。そんな中、県立二戸病院で診療看護師という新しい資格を持った女性が活躍しています。チームでみんなで協力して患者さんをこう良くしようというか、患者さんのために動こうっていうふうな、こう一つの目標をみんなで共有できる中の、まあ、一人になりたいなと思います。県内の診療看護師のパイオニアとして働く姿を通して、岩手の医療における診療看護師の可能性を見つめます。県立二戸病院の三西病棟。外科、整形外科、脳神経内科のスタッフステーションに医師とミーティングをしている女性がいます。川上優希さん、34歳です。背中に書かれている文字はナースプラクティショナー、通称 NP、 日本語で診療看護師と呼びます。診療看護師とは5年以上看護師として働き、その後2年間大学院の修士課程で医学の知識と初期医療に関する実践を学んで認定試験に合格した人で、全国に759人います。39度です。県内には2人の診療看護師がいて、そのうちの1人が川上さんです。去年3月に資格を取り、岩手の県立病院で初めての診療看護師として働いています。まあ、だんだんこう看護師の仕事の幅も増えてきて、こう高度なことを求められているような感覚で働いてたんですけど、そこまで自分の知識が追いついてないっていうところもありましたし、もっとこう医学的なことを理解して看護をすることができれば、患者さんにとっていいこう看護ができるんじゃないかなと思って。診療看護師は主に医師が行う特定行為を医師の指示のもと行うことができます。この体勢大丈夫、疲れない。このカテーテルの挿入は38ある特定行為の一つ。エコー画像を見ながらの慎重な作業です。問題なく見てて安心して任せられるっていう状態まで来ております。国境の主義についてもすごく安全に患者さんへの合併症とか、すごく患者さんへの配慮とかもしっかりされていたので、本当に申し分ないというか、何回も本当に丁寧に細かいところまで教えていただいて、はい、ここまでできるようになりました。二戸病院で川上さんが大きな役割を果たしている仕事の一つが手術助手です。腹部に小さな穴を開けてカメラの映像を見ながら行う腹腔鏡手術で、スコピストと呼ばれる、これまで医師が行っていたカメラを持つ役割を担います。
これによりこの日は外科の医師1人が手術中外来患者の対応に当たることができました。県内の人口10万人あたりの医師数は全国で42位の223人。国の医師不足対策で少しずつ増えていますが、全国との格差は年々大きくなっています。昨年の4月にですね、外科の医師が1人減員になりまして、それまで4人体制だったんですけれども3人体制になってですね、でそのタイミングで川上さんがその NP の資格を取得して、外科の方に配置、してるんですけれども、そのおかげもあってですね、その原因にはなってるんですけれども、その診療業務を縮小せずに、維持できているところがあると思いますので、非常に助かっております。しかし診療看護師の役割は医師の負担を軽くすることだけではないと、共に働く三友医師は感じています。医師と看護師のみではなくてですね、薬剤師だったりリハビリスタッフだったり栄養士だったり、その多職種とのその連携役ですね、その橋渡し役として、非常にその重要な役割を果たしてくれているなと思います。やはりその医師よりもですね、そのなんていうんですかね、この話しやすいというか近い距離感がやっぱりありますので、皆さんもやはり川上さんに気軽に話したり相談したりできているというところがあると思いますので、よりその業務がスムースに進んでいるんじゃないかなと思ってます。治療と看護の両方の視点から患者やその家族、職場の仲間と関われることもやりがいの一つです。看護師、医師、あと院内にいる医療従事者、全部のこう橋渡しをする、うまくチーム医療を進める役割をする中で、一番患者さんにとってそれがメリットになる部分がこう大きいかなと思ってます。私の中では。慌ただしい業務の間のお昼ご飯は持参したお弁当です。デスクの正面にはあの人の記事が。大谷さん飾ってるんですね。あ、そうなんです。大谷さん。大谷さん。はい。ファン。ファン。ファンじゃないけど、ファンじゃないけど、ファンというか尊敬してる人ですね。どんなところが。大谷君もの二刀流を初めてやった。っていうところで、私も岩手県で NP を初めてやるっていうところで、ちょっとこう分かるみたいなところがあって、分かるというか次元違いますけど、いろんなね、ああいうふうに見えてもいろんな苦労あんだな、一番最初にやるのって思って見てます。でもね、人として尊敬できるなと思って、モチベーションになるのでここに貼ってます。勝つことが大事。私は別に何か勝ったり負けたりとかないんですけどね勝ったり負けたりないけど、もうなんか自分の中で一本こう軸というか芯みたいなのを持ってやらなきゃいけないんだなっていうのはこう伝わってくるんですよ。私もそういうふうにしなきゃなという気持ちになるので貼らせていただいてます川上さんが診療看護師として働き始めて1年、今や病院になくてはならない存在となりましたが、初めは院内で誰も診療看護師を知りませんでした。私自身もその診療看護師ってあんま最初理解してなかったんですね。何を目指してるのかなっていうことを最初考えて、でちょっと最初は戸惑いもあったんですけど、すごく そのスタッフが少ない地域にで非常に活躍していただいて、
あとは看護師にとってもやはり非常に安心感あると思うんですよね。まあ、これからですね、診療科彼女を見てあこういう、ね、診療、ね、看護師になりたいっていう方が増えてて、職員の理解もそうですが、あとは患者さんとか住民の理解も広がっていくのかなっていうふうに期待はしてます。より深い専門知識を持った川上さんの存在を仲間の看護師も心強く感じています。今日出かけてないようになって、そうなんですよ。でも私の気持ちさんがどれも楽しく受けた。普段の業務で先生たちへのタイムリーな報告が難しい時だったり、手術入ってると先生すぐに診察来るのは難しいんですけど、そういった際に川上さんに報告して、一緒に患者さんの状態を見て、指示をくれるので、先生たちが来るまでの間、タイムロスなく対応できます。かっこいいなっていうふうに思いますし、なんか自分もそういう、専門性のある道を進んでみるのもちょっといいなっていうふうに、なんか憧れがありますね。職場の仲間、そして治療を受ける患者やその家族が診療看護師を知り理解することが、岩手の医療の可能性を広げる第一歩なのかもしれません。休日のある日、自宅で川上さんと共にテーブルを囲むのは母美代子さんと長女で小学2年生の司さん。川上さんはシングルマザーです。スイミング何を泳いでるの今、何習ってんの、何を泳いでるの、何だっけ、クロール。あとは少女。すごい。見に来れないけど見に行ってるよね、たまに。行けるときは偉い。パパのときだ。そうね、行けるときはね。見てもらってるの、川上さんは地元の県立二戸高等看護学院を卒業後、2011年から二戸病院に看護師として勤務。2015年に司さんを出産し、およそ1年後に職場復帰しました。そして2022年4月、診療看護師の勉強のため一念発起し大学院に入学。二戸病院での仕事と仙台の大学院での勉強や実習を両立し、去年3月に見事資格を取得しました。勉強や仕事と家事、子育て、家族のサポートに支えられているのは言うまでもありません。倒れないといいなって思いますけどね。でも大変っていうのがないと、先の良かったねっていうこともないと思うので、大変っていうのは逆に大変だからこそいいことあるよねっていうのはいつも思ってるし、伝えてるつもりですね。休日に司さんと過ごす時間は貴重なリラックスタイムです。お母さんのお仕事は何ですか？診療看護師です。診療看護師ってどんなお仕事か分かる？いろんなことができること。いろんなことって例えばどんなこと？手術とか、あとはパソコンでいろいろして病院に持ってったりとか。はあ、そっか、お家でもお仕事してるんだ。頑張ってるママのこと見てどういうふうに思う？すごく大変そう。大変そうなの見てどんな気持ち？手伝いたい。あら。お手伝いしたいなって思うの？応援してるんだ。あ、そういうふうに思ってたんだとかって、私はちょっとこう家開けたりするのに罪悪感みたいなのも持ちつつ、
勉強の方をしてたので、でも、まあ、悲しさだけじゃなくて、そうですね、こう 親の仕事というか母親の仕事こうなんだっていうのを分かってくれてるっていうのが今日分かって、なんか嬉しかったというか、成長したなって思いました。診療看護師として働く母親として、川上さんに働き方のお手本はありません。やっぱ先駆けだからこうモデルケースにならなきゃいけないよみたいなことをよく言われるんですけどね、そういうとこも難しいなと思って、この一番最初どうやるかによって今後続いてくる人たちがどういう働き方をして、周りにどういうふうに認知されるかみたいなことが決まってくるのかなと思うので、ちょっとその辺は慎重になりつつも、みんなの希望の星になれたらいいなって思います。お母さんたちの県内の診療看護師のパイオニアとしての使命感、医療現場で命を預かる責任感、やりがい、育児と仕事の両立に葛藤を抱えながらも、自分だからこそ切り開いていける道を信じて進みます。今年2月、川上さんは診療看護師資格取得のために学んだ仙台の母校を訪れました。去年の卒、去年昨年度か卒業以来なので、3月ぶりです。久しぶりです。久しぶりです。ちょっと緊張してます診療看護師の教育課程がある大学院は現在国内に13校あります。東北には宮城、秋田、山形に1校ずつあり、川上さんは宮城県仙台市の東北文化学園大学大学院で2年間学びました。この日は今年度の卒業生の修士論文の発表会です。元気だった？元気でした。恩師や共に学んだ仲間との再会です。教授の渡辺隆夫医師は診療看護師の育成を通して地域医療の問題解決に取り組んでいます。日本の、医療の枠組みを変える人たちですね。まだ750万人、今度でもまだ1000人は超えないぐらいの人数ですけれども、一人入ると病院の医療の枠組みがガラッと変わりますので、そこで能率がすごく上がるんですね。診療看護師は現在民間の資格となっていて、看護系の団体が国家資格とすることに取り組んでいます。渡辺教授は診療看護師の持つ可能性の大きさを感じています。看護師点とそれから医師の視点って簡単に言うと少し考え方違うわけで、教育体制も違うし、でそれを合わせた方々がこういう方なわけですよね。そういう中でチーム医療が、本当の意味のチーム医療が出てきて、ナースプラクティショナー、診療看護師はアメリカ発祥の資格で、現在は多くの国がこの制度を導入しています。日本では2008年に大分県の大学で養成教育が始まり、2020年頃からは毎年およそ100人が資格を取得しています。現在多くの診療看護師は川上さんのように病院で働いていますが、今後は訪問看護や山間部、離島など医療の確保が困難な地域での活躍も期待されています。学年だったってことですか？そうです、一緒の。何されてる方なんですか？ドクターヘリに乗っているNP です。特に NP ってそのいろんな場所に配属されてると思うので、病棟にいる NP もいれば、
救急にいる NP もいるし、手術室にいる NP とかも。さまざまな現場で働く後輩や仲間と会い、川上さんも刺激を受けたようです。学生の人もいろんな病院から集まっているので、まあ、それそこそこの病院とかそこそこの地域で求められている NP 像というのを踏まえた発表だったので、私もなんかすごく勉強になりました。まあ、なかなかその岩手県に NP が私ともう一人、県立病院だと私しかいないというところで、普段からこう気軽にちょこちょこ相談し合えるっていうことがなかったので、とっても良かったです。他の人の話聞くと自分も頑張ろうって思うので。4月1日全国の病院で医師の働き方改革の新制度が施行されます。一般企業にはすでに施行されている法令ですが、医療機関は5年の猶予が設けられていました。過労死が起きるなど問題視されてきた医師の過酷な長時間労働、しかし医師不足に苦しむ県内の病院ではギリギリの人数で当直や外来、手術などの担当をやりくりしていて、国が示す医師の時間外労働原則年間960時間や勤務間インターバルの確保は難しい状況です。そんな中、医療現場が取り組みを進めているのが、医師の仕事を看護師や医療専門職種に移管・協働するタスクシフト・タスクシェアです。タスクシフト・タスクシェアの担い手として、こう診療看護師が注目されているんですけれども、医師が少なくなってこう医療がうまくいかないということは、患者さんが今まで受けられてた医療が受けられないくなるかもしれないっていうところがあるので、そういった場面で診療看護師がこう力を発揮できて、仕事をタスクシェアするっていうところで先生の仕事も助けられるし、あとは看護師とのやり取りの中でもこう看護師が困っていることって、私が普通に看護師で働いていた時にも私も自身も感じていたところだったので、そこのこう先生との橋渡し役だったりとか、そういったところで、まあ、看護師の役に立てているかなっていうところとか。決して医師だけでも診療看護師だけでも解決できないこのピンチに、必要不可欠なのがスタッフの連携、チーム医療です。医師、看護師、医療従事者、それぞれの職種を理解しつなぐ診療看護師川上さんが力を発揮します。チームでみんなで協力して患者さんをこう良くしようというか、患者さんのために動こうっていう風な、こう一つの目標をみんなで共有できる中の、まあ、一人になりたいなと思います。イメージですけども、丸い橋です。まっすぐの橋じゃなくて丸い橋で、みんなをつなげるような存在になれたらなと思います。県内における医師の確保は厳しい状況が続いています。しかし力を合わせること、医師や看護師、医療従事者、患者、その家族、県民一人一人が理解し手を取り合うことで救える命があります。岩手の医療と目の前の命を守るために、診療看護師のつなぐ力が今求められています。